ですが、せっかくですからね、今日はこちらにご家族で熊野プーさんの仮装されている方々がいらっしゃいますので、ね、この熊野プーさんが登場する人気アトラクションプーさんのハニーフント最後にご紹介したいと思います。どうします？舞台上やめときましょう、やめときましょうね。いいですか？大丈夫ですか？ということで、そんなね、本日最後でございます、プーさんのハニーフントのご紹介です。一緒に100エーカーの森で蜂蜜探しに参加します。ゲストは5人乗りのハニーペットに乗り込み、プーさんの世界を流されていきます。このアトラクションの入り口はページを開いた巨大な絵本の形をしていて、入り口からハニーペット乗り場までの間には熊野プーさんの2つのお話が描かれています。1つはラビットのうちで蜂蜜を食べ過ぎたプーさんがラビットのうちの出入り口の穴にうなぐが突っかえて動けなくなってしまい、何日もこのままになってしまうのですが、クリストファー・ロビンの助けでなんとか抜け出すプーさんと蜂蜜というお話。もう一つは大雨で100エーカーの森が水浸しになってしまい、家ごと流されてしまったピグレットをたまたま同じように流されたプーさんが助けるプーさんの大嵐というお話です。ハニーペットが開かれた絵本の前に止まると、絵本に描かれていた絵が動き出し、その中でプーさんはクリストファー・ロビンに高いところにある蜂蜜を取りたいから風船が欲しいとお願いをします。風船じゃ蜂蜜は完了です。やがて扉になったページが開くと、ハニーペットは物語の舞台100エーカーの森へと流されていきます。それはまるで物語に入り込むという演出になっているんです。あとは乗ってのお楽しみ。ありがとうございました。蜂蜜をこう壺から食べていて、皆さんお気づきになりました？空になった壺、ちょっと盛り上げたところからなんか雲行きが怪しいなって思ってたんですよね。いやー、うざかったですね。あのね、実際の雲のプーさんはね、ほんとコロコロンと愛嬌たっぷりで、ね、可愛らしい感じですので、ね、皆さんご安心ください。あ、というわけで、ただいまご紹介いたしましたプーさんのハニーハントは、ワールドバザールをこうやってまっすぐ進んだ先、ファンタジーランドにありますよ。ということで、よかったら足を運んでみてください。それでは今日はこの辺で、皆さんこの後も夢と魔法の